育成契約ラストイヤーの3年目、1月の自主トレでは西武の山川、森と球界を代表するバッターに弟子入りし、朝から晩まで必死でバットを振った。そして山川からは歯に衣着せぬ厳しい指導。ダメ、全然ダメ。毎日どうかチェックしてないだろ。してるんですけど。してる？あんまりわからないです。野球やめたら。野球やめたお前消防士なるよ、基地で。消防士。何が良くて何が悪いかがまず分かんないと。休憩時間もベンチ裏で山川の言葉に耳を傾ける。これ以上ない貴重な時間だった。まあリッチーがどんな感じでやってるか僕はその、ね、ソフトバンクじゃないんで分かんないですけど、まあ、あんな感じなんだろうなって思うと、じゃあもう一つやっぱり意識が足りないですよね。はっきり言って全然足りない、うん、僕ですら、僕とか森ですら、うん、もう一日中野球のこと考えて必死でやってるんだったら、やっぱあいつらはもっとやらないと、うん、あれでね能力がなければ別にほっとけるんですけど、うん、まあ、誰がどう見てももったいないんで、うん、今年初めてあんなに山川さんに結構指導してもらったんですけど、やっぱ自分でも良くなったって思いますし、今年は、まあ、強い心を持って